はい、どうもリッチです。さあ今回はトランスポートインクというゲームをプレイしていきます。さあこのゲームね、バスから飛行機まで様々な乗り物を使って、人々を運ぶ運送会社を経営するゲームで、将来的にはね、世界中をつないでいくというゲームですね。でストーリーとか、含む3モードがあって、ストーリーがね、一応形式だって流れを学べるんですが、一応将来的にこのグローバルレース、多分他の企業か何かと、ね、競争するようなモードもやってみようかなと思うんですが、とりあえずストーリーやってみましょうか。これトランスポートのね、帝国を作ろうじゃないかと。トラベルエンパイアですよ。さあゲーム画面やってきました。最初のミッションですね、だとドイツが舞台なわけか。オッケーオッケー。さあまずはね、このトランスポートカンパニーを作っていきましょう。ここどこですか？ライプツヒかな。まずここ選ぼうと。で、これがお客さんの数ですかね。40人と31人。ベルリンの方が少ないんだ。でルートをライプツヒからハノーファーかなにつなぐと。でこれできたので、ルートがこれ完成したよと。こう輸送網をね、一から築き上げていくわけですね。でここに乗り物を追加していって、バスを買いましょうと。バスは16人まで乗れて23,000ドル、130キロかな。で燃料とかがあって体力があると。さあ16人でいくら稼げるか、これが重要ですよね。結構でも距離はあるよね。主要な都市しか多分ないと思うんですけど、いくら ?1142 か。あーでも結構すぐ回収できそうですね。まだ出せって言われてるんで、出していきますか。乗らなくなるまで置けばいいのかな。これ出てますよね。これはただ単純に出せってだけっぽいんで、出していくか。目標が特にないので、止められるまで OKOK。 あ、で次ですね。さあちょっとこれはスローにしますか。止めましょうか。今回目標があるみたいで、まず右上にね、他の会社があるみたいで、うちはトランスポートインク、一番上ですね。多分所有しているバスの台数とかが出るんだろうなと。で左下に目標があって、一つのディポット、バスを管理する拠点だと思うんですけど、それを持った上で6台のバスを運営しようと、運用しようと。でさっきねベルリン方向でやったんで、ミュンヘンで行こうかな。ミュンヘン、シュトットガルト、ニュルンベルク。ミュンヘンとか人いそうですよね。これだってでかくない？それとはベルリンもでかいのか。いいや、繋がんない。ミュンヘンダメだよと。じゃあシュットガルト、ニュルンベルク間で始めてみましょう。32なんで2台かな。台数がいまいち分かってないんですけど、8万あるんで2台か。4台いけるね。どうしよっかな。とりあえずこいつ出すか。あ、変わったね。こうやってルートで決めれるんだ。で、ビークル選ぼうと。で、ビークル選ぶと、チケットの値段を変えることができるみたいですね。今が50ドルなんで、5000円くらいですか。じゃあ、5400円にしましょう。では進めてみましょうと。おお、乗らないぞ。しまった。他も作ろうかな。じゃあドルトムントから。こうやってお金かかってんのかな。ルーターかかってないか。ドルトムントハノーファー間でいいの使おうかな。乗らないですね。
ちょっと待って、乗ってから変えよう。あ、他もいますね、こうやってね。よし、牛が2台トップ。下いるね、すぐ下に。アジアとか出てくるんですかね。乗ったな、ちょっとあげよう。これはもう乗らなくなっちゃった、評判が。シュットガルト、ニュルンベルク間で評判が最悪になりましたね。さすがに16には乗ると思うんですけど。まずはね、管理部分でやっていって、OK、52ドルはいけると。バスの質もあるかもしれませんね。やばいやばい、満員にならない。なぜなんだ？他作れるかな。ちなみにデポートはこれですよね。2万5000ドルかできなくはないが、ここでは、ストアと、ショップなんですか、ストアっていうのは。あとは、あ、ストアあれかな。倉庫的な意味ですかね、どっちだろう。まあ、それと、ビークルの修理ができる。乗り物の修理ができると。え、こっから32人ってことじゃないの？やばいな。下げるか、もうちょっと。49ドルにしてみました。どうでしょうか。あ、乗りましたね。まさかの値下げと、相乗りまして。まあ、一応出てますが、あ、これ評判ですか？グッドだとこうで、バッドだとハテナ。変わるよ、みたいなことですかね。あ、確かに変わってますね。現在の価格において値段なのかな、ね、変わってってるから普通に潜在のお客さんの数ですよね。上げるか増やすかできるよってことでしょうね。まあ、ドルトムーンとハノーファー間の方が明らかに価値があるんで、こっちにちょっと追加しよう。一応こっちはじゃあ52ドルで。あれ？あ、もうここは固定なんだね。ルートのこの値段一緒ってことかな、多分。ルートの値段決めてるわけでしょうね。OK、じゃあちょっと進めろって言われてるんで進めるか。さあ、まずうちがバス3つで、ね、収益率が高ければトップであるよと。さあ、管理費でしょうか。一旦赤字になりました。大丈夫ですかね。オッケーオッケー。こっち下げよう。48ドルだ。近さとかもあんのかな。結構距離感もね、いや微妙じゃないかな。まあちょっとこれ統合しつつリポット置けたらなと。一応前になりました。下のルートに関しては48ドル、まあ、大体5000円と。上のルートは52ドル、大体5300円かな。で、いけるんじゃないかなと。で、ライバルたち、あ、赤いとこね、ディポット作りましたね。赤いとこがね、見当たらないんですけど。デンマークの方でもないですし。あ、これもあるよ。あ、でもこれが減ってきたらいるわけですもんね。フランクフルトでコンサートがあるんだと。これはちょっと、お客さんが来そうですね。つなげないが。で、フランクフルトからつなごう。あ、こっちなんだね。じゃあフランクフルトから出せば儲かるのかなと。儲けよう儲けよう。あ、でこれあれかな、クオリティかな、座るときの。この星が高い場合値上げが期待できるってことだよね、多分。ちょっとでもさっき赤字になったんで。よし、今多分お金払ったからこの瞬間なら払っても大丈夫だろうと。で、これフランクフルトでつなぎたいですよね、修理を考慮すると。まあ、下さえ止まってもいいんで。フランクフルト、シュットガルト君、コンサートはいつまでやるんでしょうね。これは52ドルでいきましょう。安心と信頼の。で、フランクフルトからここにつなげればいいんですけど、無理そうかな、ダイレクトつなぎ。まあ一旦いいや、貯めてね。次はリポットを作ろうかなと。まあ、ちなみにバスあと2台買えばクリア条件達成するんで、うん。持ちだけないね。バスは多いのに直す気がないと。
外注していくわけですよ。あ、では置けるね。じゃあまずドルトムントに置きましょう。はい、これでどうすればいいんだ。まず入ってもらうと、あ、治るわけじゃないんで、ここのメニューかな。あ、一旦こうやって入れようと。こうですか。これで一回直してもらって、その後多分通常のルートに戻るのかなと。よし、あ、なんかありますね。お客さんの評判でしょうか。チケットの値段はいいよと。ただスピードが遅いんだ、シートが悪いんだと。これが強化ですか。あ、上げれそうですね。全然お金足りませんが、今だとちょっとまず座席の質を上げた方がいいのかなと。こちらはチケットは良くないんだけど他の2つがいいんだと。バランスなんだね。こうやって同時になるわけじゃないの。これでオリジナルルートに戻そうと。ああ、ここら辺は手動なんですね。通知来たっぽいんでいいんですけど、やばい、早くシュットガルトに置かないと。これさ、ワン多分戻せそうだよね。あ、壊れてしまいました。ちょ、一回ここに置きましょう。で、ここに持っていけたらいいと思うんですが、あ、そこは戻れるんだね。さあ今ちょっと赤字状態です。あ、もう治ったかな。 OKOK。 加算さえしなければいいと思いますが、まだ敵敵というかライバルはね、増やしてないんでいいんですが、で、こうディポットになんかね置けると思うんですよ。これがディポットマークでしょ。あ、こっから見れるよってことか。なんか置けるわけじゃないんだ。ちょ、いろんなね、コマンド覚えていきたいね。あるじゃん、これ近くのディポットに送るっていうのありますね。一回送ろうか。いいや、送ろう。逆に言うと、今ドイツが直してんだ。これか。出せないかな、こっから。ないかな。ないか。こっちから戻すんでしょうね。フルリペアってあるんで、一応これを押さないと直んないのかな。さあ、オッケーオッケー。ただお金は貯まっていかないね、まだ。一回貯めて、このしょぼいこいつの強化でもしてみようかな。敵ちょっと増やしてますね。ちょっと戻しつついろんな項目見たいね。まあこれはチケットとして、ああ、上げられるのはスピードだけか。うん、じゃあんまり変わらないかな。ウェイトタイムって何ですか。客が来るまで待つ時間かな。さあ今ね、いい感じのゾーン来たんで変えれますが、これ強化ですね。でニュールート、うん、選ぶ、作る、光ってるとこ押す、つながるよと。でドラッグのやり方ね、でも今新しいねコマンドタブからねえかと思いましたから、1個できたら無理なのかな。他の領域とかね、なんか言い方あるんでしょうか。ライセンスを買う的な。ライバルの方がいいかな。一応出しとくか。じゃあ他のね、バス行きたいな。6万か。最後じゃあ6万。あ、でも、さっきの感じ多分終わるよね。
買った瞬間に。でディポットかね、今5000ドル持ってかれましたけども、維持費とかも見ていきたいね。あったあった、アップキープコスト、これが維持費で今1万払わないといけないと。ドルトムントハノーファーカーまでいけるでしょう。結構ね修理で止めちゃうんで、それを考慮してね。一回終わったら戻すか。よし、これ順調に稼いでもらって、あ今ねお客いない感じかな。今止まってましたよね、あれが止まる時間かな。直してる、あ直してるね。このお金、この数字かなが利益ですかね。9万3000とか。どう増えてる？これ一回戻すか。8万625。あ、増えてる増えてる。トータルの利益かな、多分。治ったよとあそこから送り返したらいいんですけどね、はい、さあちょっと最後はいいの送りたいんで、ちょっとね貯めていこうと思いますが、10台とか来ると大変ですね。ちょっとスピード上げて、よしレッツゴー。まあ、多分フルで直す必要はないよね。ある程度までいけばいいだろうと。あ、上やっぱ止まってるな。これね、ほら。なるほどね。じゃ次やるとしたら、あ、てかいけるね。あ、維持費。多分バスも維持費ありますよね。1万だけでこんないかないはずなんで。ライプツィヒからベルリンでいいかな。この直す気のないやつね、ちょっと貯めていただいて、これいけます。36人も乗れるんだと。よし、まあ終わっちゃいましたね。他の企業見れてこんな感じだったよと。これどこにいたんだろうこいつは赤わからないですけど、さあとりあえず一回戻りましょうか。さあ今回ねトランスポートインクというゲームを始めてみまして、まあ、ある程度チャプター1、2かな終わりました、まあ、とりあえずバスしかないんですけど、他の地域の進出とかねそれも見ていきたいので、どうしようかな。一回自由にやってみたいとこもあるので、もうちょっと進んだらフリープレイで好きにやってルエスに行ってみようかなと。とりあえずね、ヨーロッパから出たいよね。ヨーロッパというかドイツから出たいですよね。ドイツ脱出と、あとは鉄道があったんで多分大陸間つなぐやつができたり、飛行機だと多分アジアとかアメリカとかね、違う大陸飛べると思うんで、その辺まで行ってみたいね。で、管理もね、今後は自動化するみたいなんで、まあそういう部分も見れたらなと。まあ自動化できたらどんどんね道を作っていくだけなんで、管理はだいぶ楽になると思いますね。